2024年も節約大全でございます。どうもよろしくお願いします。お願いします。喋るよお前。なんか喋るよ。今日も巻きって聞いた。いや巻いてないし、別に言ってないし。言ってない。言ったことあった巻きとか。嘘をつく。とんでもないですよ。とんでもない人来ましたね。ほんと。じゃあアキラさんもガイラさんも今年もよろしくお願いします、はい、2024年ですよ。一歩また棺桶に近づいたということですよ。そうですね。片足突っ込んじゃった。俺も腰ぐらいまでですか。まあそうですね、うん、ガイラさんいろいろやばいんでね。確かに確かに、ちょっと心配です。心配なんでちょっと本当に親より先には死ねないなと思ってますけどね。本当早く死んでくれないか。いや、そういうこと、そういうことなの。俺待ってられないかもしれない。信じられないですけど。信じられないね。しょうがないよね。今日はですね、まずアンケートじゃない。アンケートやるんですけど、届いたんですよ。高島屋の袋じゃないですか。そうでしょ、高島屋しわしわのそうですね、ポンとかなんか入れてヒヒンと。こちらはあのね、視聴者の、ミーサマーノさん X だと JP さんですね。はい、送っていただきました。ぬいぐるみって書いてます。あの X のあれですか。そうですね。どの X のあれ。こういう人ですよ。なんかね、やってたんですよね。そうです。クレーンゲームを、はい、ずっとやってたの。あー、見た見た。まだ開けてないから分かんないで。そうそう、分かんない。すげえ使ったって書いてあったやつ。そう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 、だからこれすげえ使った結晶がもしかして入ってるんじゃないか。なるほど。というところで今日はそのアンケートをやったんですよ。節約大全は何をこう今年やっていったらいいですかっていう、何を期待しますかっていうアンケートをやったんですけど、まあそれをちょっと見ながらアンケートの回答が少ねえなと思って。なるほど。だからもう動画でも訴えていくっていう。ということで早速ね、はい、開けていきたいと思います。細順のぬいぐるみではないんですよ。細順じゃねえ。あんのかよ、細順のぬいぐるみが。恋愛主があの方ではないですね。あ、ちょっと、あ、一枚ちょっと、なんか紙が入って、お、いますよ。かわいい。かわいい。ありがとうございます。はい、こちらですね。合宿メンバーシップ解説。宿メンバーシップ解説。10秒だけ写真を見せて描かせた絵ですって書いてますね。もうルメールがもうめちゃ似てるもん。はい、本当だ、ね。いやこれもそっくり。撮ってもルメール、ね。ルメールそっくりだし。ありがとうね。ありがとう本当。娘さん、うちの子とね仲良くしてもらって遊んでもらって、はい、またアスレチック行きましょうぜひ。俺が池に落ちた。転落した。本当にありがとうございます。でまだ物見せてないな。あ、これが送られた。あ、これが送られた。高島屋の袋にこれが入ったんじゃないですか。これを1枚入れて、送ってくる。そんなことある？明らかにまだ入ってるじゃないですか。確かに明らかに。入ってんじゃないですか。ヘルメットぐらいのあるじゃないですか、これ大きさ。ドリンクヘルメット。ドリンクヘルメットじゃないですか。ドリンクヘルメットかな。これこれ。これこれ。これこれ。ほら。開封動画で言えば。ほらほら。開封動画で言えば。細順の加谷さんハッピーバースデーって書いてあるよ。ああ、そういう時期だしね、僕もね。はい、2021、12月28って書いてあるね。仕込みましたよ、今。あ、仕込んだ。仕込んだんですよ。仕込まないじゃん。あら、ルークスなんかくれたやつじゃん、前。ああ、昔ね。俺今引き出しから取ってきたもん。この顔だからね。ほら。おお、あれ？これ、延期ホームライスみたいな。もうイクイノックスのぬいぐるみ、ほら。ほんとだ。ありがとうございます。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、かわいい。かわいいでしょ、うん、ほら。いやいやいや。これをわざわざね。この大きさのぬいぐるみ、高島屋の袋使いますかね。ごめんなさい。嘘です。これ、うちの息子が、去年の秋に、ちっちゃい UFO キャッチャーで、撮ってくれたんだ。仕込ませていただきました。すいません。そんなわけないじゃない。こんなでっかい袋なんだから。あ、まだある。まだあるのよ。まだあるっていうか、先の2つはないのよ。違うのよ。これ茶番だからカットの可能性があるんですよ。そうそう。見て。おお、でかい、でかい。全然違う。全然違う。うお、見てこの違い。これタバコのサイズがこれとか、そのサイズみたいな。でっけぇ。でっけぇ。これ全然違う。全然違うけど、これあれなのかな。一緒の。一緒ですね。一緒の9番の。ね。らしい。はい、だってさ、この前重心のところも一緒じゃない？あ、本当だ。ちょっと分かりにくいかもしれないけど、倒れちゃう。立たないやつね。立たないやつ。あ、やっぱ馬の頭ね、やっぱり。これ本当、これ一緒だね。本当だ。あ、見えづらいですけどね。はい。同じということで。いいですね。これ取るのいくらかかる？これ大変ですよね。これ最近タイムラインを賑わしてるよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。なんか、ミーサマーノさんもこれ、
結構かけて撮ったみたいなのね、そのほらほらほら、いや簡単じゃないですもんね、これ。そう、アキラ UFO キャッチャー好きだもんね。いやあのでかいのはちょっともうさすがにもう無理ですね。あ、無理なんですか、はい、プロでも。でもプロでもうちの子ほんと UFO キャッチャーハマってて、うん、最近よくやってるんですけど、うん、難しいよね、やっぱ。いや、ほんとに難しいっす。ただなんか昔よりはさ、強くて、昔って絶対取れなかったじゃん。さって言ってくる。絶対取れないかっていうやつ。今はなんかそんな感じじゃないだよね、うん、取れるなら取れるんだけど、いやこれ金かけてますよ。これちょっと大事にあの、ユーカリに出しますんで。いい値段つくんじゃないですか。つくと思います、本当に。はい、ありがとうございます。嘘ですよ、ちゃんと飾りますからね。家に置いときますから。これいいな、これもらっちゃっていいんですか、これ。いやこれすごい。うちもね、ちょっと欲しいから、ちょっと UFO キャッチャーこれ行こうかっつって話したら、探せとか言ったんですよ、ちょうど家で。今日本題なんだか。あ、本題ね。もうこれでもう終わろうかなみたいな。あ、終わっちゃうのと思ったんですけど、はい、でもこれだけだとね、ちょっとさすがにあのうちはすぎるので、はい、はい、置いときましょう、せっかくなんで、はい、あのメンバーシップもあの解説しましたので、よろしかったらぜひ。アキラタッチしてるわ。節約大臣ということでですね、はい、アンケートですよ。アンケート、コミュニティ投稿で、うん、こちらのアンケート、これね、はい、まださ、235票とかでしょ。うわ、本当だ、少なくない。だってさ、うちのね、うちのチャンネル登録1万1000近く、そうですよね、いるんですよ。しかも235人のうち14人しかこれしてないですもん。おい、バットバットじゃない。バットは押されてないってこと。バットは押されて、押しても分かんないんじゃないか。分かんない。ああ、そういうことか。一応俺押したよ、これ。グッと。だから白くなったでしょ。221バット入ってるってことだ。おい、ひげえな。みんな押してるわけじゃねえだろ。これ最近ね、ちょっとコミュニティ投稿いろいろ力入れてますね。ただ、こういうことちょっとやっていてですね、まあ、ね、今年も頑張っていこうと。1年の最初ですから、はい、どんな動画が皆さん、見たいかなということでアンケートを取らせていただいたんですけど、うん、もう見て、だってさ、2024年節約大全の馬系動画に最も期待する、うん、まあ、前だったらもう節約大全に期待する。そうね、節約大全の動画に期待するもの、うん、なんか馬系とかさ、うん、旅系とか、うんうん、節約家系、そう、もう分かってますよ。もうそんなことじゃないと。もうそういうことじゃない、ね、そういうことじゃない、そういうことじゃない。ジャンルはもう僕たち馬面ということです。馬面がジャンルなんで、アキラあれ持ってきてよ、あの馬の。あ、それはね、あの茶豆さんが専用なんです。ああ、そう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 、そうなんですよ、安川さんね、っていうところをやったところね、はい、本当ならこの3人の雑談っていうのが、うん、カッコしてわざわざ馬系のテーマはあるとしてっていうカッコ補足まで入れてんだから、そしたらやっぱり3人の雑談が一番いいんじゃないかなと思ってたんですよ、僕は。まあ一部の人なんでしょうね。真面目かも。アンケート、あと1万700人の方、そう、待ってますって、うん、ただなんだろうね、これ血統とお金系っていうのが競ってるんですよ、ずっと。そうですね、うん、ずっと追ってるんですけど、なかなか増えないなと思いながら、両方押せちゃったりするのはね、俺やってない、ないんじゃないですかね、1個だけで、ね、お金と、まあ血統と、みたいな、この比率でやればいいのかな、4対4対2対その他コメントくださいって言ってさ、うん、3つとも気になりますっていう人とかさ。ありがとう。強いて言うなら3人の動画減ってないかなっていう。あ、なるほど。コメントもあればね、欲しいなみたいな。そうですね、うん、そうそう、まあそれからちょっと他の動画が見たいなみたいな。ああ、はい、でももう他の動画はメンバーシップでやろうかなと思ってます。うん、うん、そっちはね、メンバーシップでコミュニティがあったりするんですけど、結構そういうアルカナイマンの動画が見たいですとかね、そういうコメントもらったりするので、どうしてもテーマがブレて再生数が少ない動画が出ちゃうと、そこに引っ張られて全体のこうね、リーチが減るっていう、 YouTube ってそういうアルゴリズムになってるんで、どうしてもね、再生数が少ないとかあんまり見てもらえない動画をボンボン出していくわけにはいかない、なのでテーマを絞ってみんなが見てもらえる動画を出しましょうねっていう風に言われてるんですよね。今までね、過去いろいろな動画をやってきて、少ないながらもちょっとコアな、全部見てくれてて、こういう動画がまた見たいって言ってくださる方もいらっしゃるので、まあそういうものをちょっと、もうちょっとメンバーシップとかでやっていこうかなと思ってますので、コアな方はぜひ、そちらも足を運んでいただければ幸いでございます。お願いします。そして、普通に見たい動画ね、ぜひどんどんコメントいただければなと。はい、まあ、一応、血統トーク、お金系とかって書きましたけど、はい、あと3人の雑談って書きましたけど、他なんかあるっけ、俺たち。なんかやってきた、一人でやってるけど、勝ち上がりレビューとか、ああ、そうですね。ああいうやつとかね。シンバー天秤とか。そうそうそう、そういうのももし、もしあればね。あれ、伸びないのよ。あれ、馬体系トークがないっすね。格付け。格
付けだ。格付けだ。うん。あ、しょうがない。浜野学徒と言われた俺がやっぱ全部当てないといけないよね。そうです。浜野学徒。僕がね消してやりますよ。今年消えましたからね。浜野大吾。俺浜野浜ちゃん。浜野浜ちゃんですよ。どうしたらいいの？もうじゃ司会者やん。司会者ロンドンやん。もう。あ、浜ちゃんが司会者。浜ちゃんそう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 。あ、そうなんだ。何があったっけ？あ、でもまあそう、格付けチェックもそうだし、まあ決まってないものでも、まあ、募集時期だったらね、いろいろ、まあまあそうです。あ、そうそう、あとなんかクラブ、なんか俺らが入ってないクラブでもね、そういうまた見たいみたいなのがあれば、こういうクラブ、そうそうそう、まあ最近ノルマンとかも全部スルーしましたけどね。まあでもね、やっぱアキラさんの顔診断がね、何かいいみたいなのが好きな人もいるんで、やっぱ今の時代ね、ルッキズムって言われてますけどね。そうですね、はい、さすがですよ。いや、さすがです、もうそこを戦ってみますから。まあそういうところをちょっといろいろ、あと冷却クーラーね。簡易クーラーだよ。もう言いたいだけじゃねえか。もう冷却クーラー、そうですね。あ、でもあれは別に普通に見れるもん。あ、見れる見れる。じゃあ冷却クーラー、いや簡易クーラー2024、そうですね、もしかしたらあるかもしれない。メンバーシップ誰も見たくねえよ、そんなメンバーシップ誰も来ねえよ。ゴミ置き場かって言われちまうよ、そのメンバーシップは。まあ、あとこのコメントね、 もらってるこの繁殖牝馬の種付け考察、どんな脂肪をつけるかなどみたいなね、うんうん、あれですかね、あのサリオスとグロリーベーザー、はいはい、あれみたいな、ああいうイメージっていうやつかな。あれなんかさ、俺もうほんと苦肉の策だったんだけど、なんか一本取らないといけないなと思って取ったやつだったんだけど、予想に反して結構盛り上がっていただけたみたいで、はい、面白かった。今日、今年は息ぴったりですね。節約大財で最後の雑談なんですけど、もう最後の雑談だよ、今日。今日、てかこの動画のね。あ、この動画、動画か。残念だな。雑談毎週やるんだよ。え、毎週やるんだよ。毎週やるんだよ、雑談。一週か。これがね、いい息抜きになりますよ、この雑談が。トースポさんに、ね、はいはい、取材してもらったじゃないですか。はいはいはい、はい。で、そこからですね、いろんな方に見てもらえるようになったんですよ。おお。うちのお父さんとか。そういうこと。うちのお父さん見てますか。あ、うん、親父から あれ送られてきましたから、あ、記事の URL、 お前すごいなみたいな、お前ヤフーニュースになった。そうですね。ヤフーのトップに出たらしいですかね、うちのお父さんの。なんか言われたりする。うちも何もないんだよ。そうです。だからこの前ね、動画を 見せてあげた、ジョッキーカメラで武井隆さんのドーデュースを見せる、うんうん、もう絶対すぐ止めてやろうと思って、うん、もう連続で再生したら僕らの映像が流れちゃった。あ、親と一緒に武井隆の、そう、こういうのが今やってんだよっつって言って見せてあげる。まあ、うちのおかんもね、うんうん、竹井とかのファンも、うん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 、もう止まる瞬間にもうすぐまだバレてないと思います。なんならイクイノックスのジャパンカップを見て、で俺がジャパンカップに出資じゃねえや、イクイノックスに出資って間違えた、俺がジャパンカップに出資してどうする。すごいね、すごい、ロンジロンジ小松さんだ。イクイノックスにね、はい、出資してるっていうことをうちの奥さんのお兄さんが知ってですね、うん、それをどんな馬なんだそれはっていうのを、うん、こういろいろ調べて、うん、イクイノックスすごい馬なんだね、うん、すごいんですよみたいなことを話してたの、うん、そしたら それがあったあとジャパンカップさえ勝って引退したじゃないですか、うん、でそれがなんであんな強い馬が引退するんだっておかしいじゃんみたいな話になった時にいろいろなんか YouTube を見たらしくて、うん、そして出たらしいんですよ。言ってましたもんね。その中で YouTube やってるって言われて、いや他人の空にじゃないですかみたいなことがあり、どんどん広まっていくんだですよね。チャンネル登録していただきました兄さんにも。兄さん見てる？お兄さんありがとうございます。お兄さん桜ありがとうございます。桜じゃねえから。こうやって人は、我々の動画を見つけて、そして、まあ、登録してくれる人はくれるんだな。そういうことですよね。でもそう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 、あれちょっと違えなっつって登録したままにして消えていくんですよ。そうか、年末に整理をしてバババッて外れていくっていうね。俺もいっぱい整理したもんな。そうやっぱするんだよね、増えていったやつをね。っていうことでした、はい、長くなったな、また雑談が。これどんどんがどうのこうの言うよ。今日巻かなくていいって聞いたもんね。負けっつっても巻かねえじゃん。負けって言ったらあえて巻かねえじゃん。気持ちはね、あるんですよ。いや、あります。ラップ細胞みたいな言うんじゃないよ。こういう話題だし、はい、台本も、ね、画像一枚だし、
絶対これ間が持たないからと思って2つ合わせたの、回復と。なるほどなるほど、うん、この作戦うまくいった試しがない。おかしいですよね。最近雑談の時間が伸びないことがないですもんね。ないね、うん、何をやらせても雑談が伸びていくっていう才能だね。もうそうですね、才能だね。ぜひあのコメントを、いや感想をお寄せください、はい、あとね、あのいくら本当にありがとうございました。前重心なんですよこれ。そうですね、本当。だからクレーンゲームでもこれが大変なんじゃないですか、こう撮るときの重心の、うん、そ工夫しないとね。こうやって落としてたよ、ここにこう引っ張る頭を。そうですね、締めていいとき締めねえな。え、締めていいの？さよならってやればいいのに、はい、今もう大丈夫です。俺自分の場が持たなくなったときにしか言わない。こいつさよならありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録してください。チャンネル登録アキラタッチで。ブレイク見てる？これこの間なんか放送中になんか下ネタ言わせてたけどこれに本物のサイン欲しいっすね。本当だね、うん、パーティーあ、ね、ありますあります。そうか、そう、いるから。持っとけばいいんだよこれ。花を花で持っとく。そうそう。あ、で小松さんが行くときは俺預けるから。ちゃんと放送中カードいっぱいあるんだよ俺